アップシートで提出物管理、これめちゃめちゃ好評で、今日はちょっと質問が来てたので、まあそれにちょっと答えていきたいと思います。はい、こちらですね。大変参考になります。ありがとうございます。クラス別に管理したい場合はどうすればいいですか？アップシートで参照するスプレッドシートを選択することはできますか？ということで、まあこれのね、やり方について説明をしていきたいと思います。で、まず最初にクラス別に管理したいということなので、ちょっとね、スクリプトを変えてみました。で、まずこのアップシートをこれ開いてですね。はい。まず、ここのデータカラムスから、はい。こちらですね。この下の方ちょっと隠れてるんですけど、この氏名というところの、このフォーミュラですね。フォーミュラのこの氏名。はい。今ね、このデータカラムスですよ。テーブルが QR 読み込みですね。はい。ここの、この下の方ちょっと隠れてるんですか、氏名のフォーミュラ、ここです。これクリックして、で、今ね、前回はここが00になったと思うんですよ。で、これを0を、はい、5つにします。5つにします。で、そしたらば、ここですね。前回は、ここの数が2になってたもんですけど、ここは5にします。で、これでセーブする。で、もう一回セーブします。はい。そうすると、今ね、氏名の前に0がこういっぱいついてる形になるんですよね。で、そうしたならば、今ね、はい、こちら。TRQ 読み込みで、ビューテーブル。これをクリックします。で、そうしたならば、このビューソースってありますね。これをクリックすると、はい、なんと元のこのスプレッドシートが開きます。こちらを参照してるんですけど、で、クラス別にしたい場合、例えば3年1組という場合には番号を30101としてあげます。これは3年1組の1番ですね。そしたならば、これをドラッグしてあげると。で、例えば、これ、まあ、生徒を追加する場合にも、こちらをね、直接、はい、こんな風に、まあ、追加をしてあげてね。で、この子たちは3年2組の、はい、1番から、5番までということで、これコントロールをしながらね、ここをドラッグすると、はい、こう番号順になるので、はい、で、あとね、これ何かということなんですけど、これはランダムな8桁の数字とアルファベットの、まあ、コードなんですよね。で、これは自動的に、このアップシートで入れるんですけど、まあ、ここではね、強制的に入れるスクリプトをちょっと組んでみましたので、はい、これ概要欄に貼っとくので、こちらをね、拡張機能からちょっと面倒なんですけど、この Apps スクリプト、これクリックします。はい。で、これ概要欄にこれ貼っときますので、こちらをここに貼ります。ちょっと長いんですけどね。はい。で、そしたならば、これを保存をして、で、ここで、はい、QR ラベルファンクションっていうのを選択して、で、ここで実行します。そうすると承認が必要と出ますので、権限を承認して、で、アカウントを選択して、で、さらに、詳細から、この安全でないページですね。ここに移動すると。で、これで強化。で、こうしてあげると。はい、そうすると、今、ここに、はい、自動的に、で、ここに8桁のコードと、それから QR コードが入りました。これでね、元のがアップシートに戻ってあげて、再読み込みをしてあげると、これで再読み込み。多分これでここにほら、反映されてます。で、先ほどこちらにね、名前を追加しましたから、この氏名追加というのね、ちょっと自分の頭見づらいんですけど、ここをクリックしてあげると、ほら、こうやって、はい、数字がこう出てる。はい、で、あとはね、こちらのこのテーブル氏名の方から、はい、こちらね、ここのちょっと幅をね、幅を少し、最初からちょっと幅を広くしときますか。こんな風に、はい。そうすると、あとはこれをね、印刷して、まあ、ノートとかね、それからクリアファイルに貼ればいいということになります。はい。それともう一つ、このアップシートで参照するスプレッドシートを選択することなどはできますかと。で、これテーブルをね、変更するのめっちゃ難しいので、それよりも、直接ね、このデータをいじった方がいいです。はい。これ参照されてるやつを、この辺とかね、ここはちょっといじらないといいかな、難しいので。はい。まあ、こんな風に入ってるので、
まあ、こちらをまあ直接いじってあげるといいかと思います。はい、いかがでしたでしょうか。また何か質問ありましたらコメント欄にどんどん書いてください。それではまた。じゃあの。